朝食です。朝食朝8時、体がなんとなくだるい。全然でも会長なんです多分。去年も来ましたけど、北京から5000メートル、5000キロかの地点、5000キロ、北京5000キロ地点、5000キロだって。こっちで5240。この前も来ましたね、5240。あ、フラフラするな。やっぱ本当だったらエベレストが見えるはずなんですけど、見えない。今日から2日、2日です。夕食終了。頭が痛い。まあ、いつも通りなんだけど。あ、どうぞ、ちょっとですね。